ができるんだ、予防接種いつから打てるんだというところがですね、やはりはっきりしないとですね、本当にそのまま予約の、仕組みを組んでって、開けてみたら、まあ、ワクチン来ないとかいうことだと、まあ、正直非常に困ってしまうというところですので、ぜひぜひ東京都からもですね、できるだけ早くですね、そこら辺の明確なスケジュール等々ですね、国の方に、示せるようにですね、要望していただければなというところがございます。ワクチンはですね、取り扱いや順番をどうするのか、予約どうするのか、いろいろ課題がございます。まだ大所のところは国からの情報が全く充実したものがございませんけれども、できるだけ早く国の方針をですね、示していただけるように、今お話ありましたように、都からも要望していきたいと思います。